平野紫仕様、新たなるスーツ姿でフォロワーの心をつかむ、戦闘でのインスタ4日連続投稿。芸能界の注目タレントであり、キング・アンド・ピンスの元メンバーである平野仕様、ショウのが、滝沢秀明さんが代表を務める、とべ、に合流して以来、その魅力と多彩さを広く知らしめています。 最近、彼は自身のインスタグラムアカウントを活用し、ファッションとカリスマ性を組み合わせたシリーズの新しいエピソードを提供しています。それについて詳しく掘り下げていきましょう。平野紫仕様のインスタグラムでの活発な姿勢。平野紫仕様は、日本のエンターテイメント業界で多彩なアーティストとして名を馳せています。 彼の歌唱力、演技力、そしてその魅力的な外見は多くのファンから絶大な支持を受けています。その中でも彼のインスタグラムアカウントはファッション、日常の生活、そしてその魅力的な一面をフォロワーに見せるためのプラットフォームとして大いに活用されています。第1日、スーツ姿で戦闘へ。 平野紫洋がフォロワーを魅了したのは彼のインスタグラムアカウントにて戦闘でスーツ姿と題されたシリーズの投稿でした。彼はこのシリーズで日本の伝統的な戦闘文化と洗練されたファッションを見事に融合させました。彼のインスタグラムではスーツ姿で戦闘を楽しむ彼の姿が連日にわたりフォロワーに新たな驚きと感動を提供しました。 鮮やかな柄のスーツに身を包み、銭湯の下駄箱や洗い場で姿を見せる姿は多くの人にとって斬新で魅力的なものでした。第二日、繊細なメイクとファッション。平野紫耀の銭湯でスーツ姿シリーズは彼のスタイリッシュなファッションだけでなくメイクの一面もフォロワーに見せました。 その日の投稿では、前髪をふんわりと巻いた髪型から目元のメイクを見せるアップクローズの写真が収められており、その美しさにファンたちから絶賛の声が上がりました。第3日、ファッションと自然光。平野紫要は、銭湯でスーツ姿、シリーズの第3日目に、自然光の下での写真を投稿しました。 この日の投稿では、白地に大胆な柄のスーツが、屋外の環境でまばゆいほどに輝いていました。彼のスーツが陽光によって浮き立つ様子は、多くのフォロワーから賞賛を受けました。第4日、フォロワーからの歓声平野仕様の、戦闘でスーツ姿、シリーズの最終日に、彼は大量の写真を公開し、ファッション、メイク、 そして彼の魅力的な姿をフォロワーと共有しました。フォロワーたちはこれらの投稿に対して歓声を上げ、彼のスタイルとセンスに賞賛の言葉を送りました。フォロワーの反応。平野紫耀の戦闘でスーツ姿シリーズに対するフォロワーの反応は非常にポジティブで、彼のファッションセンスとカリスマ性に対する賞賛の言葉が溢れました。フォロワーたちは 彼の新たなスタイルに驚き、その斬新さを称賛しました。例えば、フォロワーからのコメントには次のようなものがありました。本日も紫輝くん過剰摂取で溶けて溺れてますだから銭湯ってやばいってお顔のペイントにもやられる格好よ。銭湯の妖精さんでしょうか綺麗なお顔に。 綺麗なメイク、和は困難着こなせるのはしようくんしかいないしよ君くんなら、演歌界でもブレイク間違いなし結論。平野しよがインスタグラムを通じてファッションとカリスマ性を披露した、戦闘でスーツ姿シリーズは彼のフォロワーを魅了し、注目を浴びる一連の投稿となりました。 その斬新で洗練されたスタイル、魅力的なメイク、そして自然光による美しさは多くの人々に感動とインスピレーションをもたらしました。彼のファンたちは、平野志洋が常に新たな驚きを提供し、自身のアートと個性を追求し続けていることに感銘を受けました。その結果、彼は芸能界での成功において一層の躍進を果たすことが期待されています。 飛べの一員としても、平野耀はその才能を発揮し続け、ファンに多彩なエンターテインメントを提供しています。彼の今後の活動にますます注目が集まることでしょう。平野耀の戦闘でスーツ姿シリーズはファッションと伝統を結びつけ、新たな視点から魅力的なエンターテインメントを提供しました。彼の才能と創造性は、 今後も多くの人々に感動をもたらすことでしょう。平野市用の戦闘でスーツ姿シリーズについてのこの記事では彼のインスタグラムでの活発な姿勢とフォロワーからの熱烈な反応に焦点を当てました。彼の斬新なファッションと魅力的なスタイルがファンたちに新たな視点とインスピレーションを提供したことが伝われば幸いです。 平野の仕様の今後の活動についても注目が続くことでしょう。彼の多彩な才能とファッションセンスが芸能界で一層の成功を収めるであろうことを期待しています。